日本滋賀県甲賀市港口町三大寺港口町三大寺は滋賀県甲賀市にある地名。甲賀市港口町の西南部に位置し、西は半道山に続く山地である。東は水口町、高尾川、南は水口町牛海、西は滋賀町宮町、湖南市三雲、北は港口町鉱山に接する。東西に滋賀県道4号草津伊賀線が通じる。 1999年から山側で住宅地の開発が行われ、カフカ能かという住宅団地が造成される。甲賀群集墳の一部である古墳時代後期の横穴式石室を持つ群集墳がある。中世は池原ソマ僧に属したと考えられる。地名は南北朝時代の1343年の山中文書に池原ソマ内三大寺村として見える。 なお、三大寺という地名は、半道三条の半道寺、三福にあったという道徳寺、薬王寺にちなむと伝わる。1585年の郊外揺れと、水口岡山城追記によりその支配下に入ったと考えられるが、1592年正月時点では、豊臣市の蔵入地となっている。1600年以降、幕府領となる。街道と奈良街道が交差するところに、 江戸時代中期から在町として三本柳が成立。2019年3月1日、水口町三大寺の一部から水口町三本柳が分離独立する。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。